アイザック・ボンガはドイツのイビート出身のプロバスケットボール選手。NBA のトロントラプターズに所属している。ポジションはスモールフォワード。ドイツで生まれ育つ。両親は共にコンゴ人だが、ボンガが生まれる前にドイツに移住していた。アマチュアのクラブチームでの活躍を評価され、2016年6月にドイツのプロバスケットボールリーグ、バスケットボール、 ブンデスリーガのスカイライナーズフランクフルトと4年契約を結んだ。16歳でデビューを飾るなど、ヨーロッパで最も期待される若手の一人として注目されていた。2017年5月1日、2018年の NBA ドラフトにエントリーした。2018年6月21日、ドラフト2巡目全体39位でフィラデルフィアセブンティシクサーズから指名を受けたが、 7月6日にドラフト指名権、金銭とのトレードで交渉権がロサンゼルスレイカーズへ移り、レイカーズと契約した。2018から2019シーズンの開幕は G リーグで迎え、12月7日のサンアントニオスパーズ戦で NBA デビューしたが、同月20日に再び G リーグへ送られた。結局1年目は NBA で22試合に出場したが、 平均5.5分の出場にとどまり、平均スタッツも、のきなみ点台と苦しんだ。2019年6月28日、大型補強に向けて、サラリーキャップに空きを作りたい。レイカーズの意向から、3チーム間のトレードで、モリツ・ワグナーと共にワシントン・ウィザーズに移籍した。2021年8月12日に、フリーエージェントとして、トロントラプターズと署名した。 オフィシャル NBA b イオブアイザック・ボン o n n b a c o m 2020年4月26日閲覧。フラポートスカイライナーズバープフリクトンナショブックス。ナショナールスピーラーアイザックボンガ。フラポートスカイライナーズ。web.archive.org。2020年4月26日閲覧。レイカーズの本気若手を放出し大物フリーエージェント選手の 獲得資金を年出。バスケットカウント、バスケットカウント、2020年4月26日、閲覧。ラプターズサイン F、ボンガ2コントラクト。TSN、2021年9月8日閲覧。ありがとうございます。